うまく悪魔どもの魔の手から逃れおったか。どうせ色仕掛けでも使ったのであろう。それにしても魔王クリチェフスクイがすでに死んでおったとはな。わからぬのはそれを知っていながら天界に帰ろうとしないフロンだ。まさか悪魔どもを味方につけて天界を我が物にするつもりでは。いや、間違いない。それ以外考えられない。そうはさせてなるものか。私の計画の邪魔はさせん。それにしても悪魔どもの住処のなんと汚らわしいことか。邪悪な気に満ちておるわ。ん？何じゃこの本は。まったく悪魔というやつは読み終わった本を片付けることもできんのか。なんだこの本は。おお、神よ。このページも、このページも、そしてこのページも。おいかん。早く悪魔の罠に引っかかるところであった。狡猾なやつらに。しかしこの程度の本に惑わされる天使長ボルカノではないわ。クラムのやつめ、一体どこにおるのだ。すやすや。ん？すやすや。見つけたぞ。今時すやすやなどとメルヘンな寝息を立てるやつはただ一人。フロン、貴様のペンダントもらっていくぞ。この魔界で朽ち果てるがいい。第4話、天使のプレゼント。ペンダントだぞ。今朝起きたらなくなっていたんです。え、何が言いたいのだ。俺様たちの中の誰かが盗んだとでも言うつもりか。いいえ、あなたたちなら、悪魔なら正々堂々と奪うはずでしょ。分かっておるではないか。では俺様にどうしろというのだ。私と一緒にペンダントを探してください。なんだと。どうして俺様が探さなくてはならないのだ。それは。どうしたのフロンちゃん。なんかしんどそうだね。ええ、あのペンダントは魔界に来る前大天使様からいただいたものなのです。まだ天使見習いの私はあのペンダントがないと魔界に長くいられないのです。このままでは魔界に全ての力を吸い取られてしまい死に至るでしょう。そうなんだ。大変じゃん。殿下、どうします。俺様の知ったことではない。そいつはもともと親父を殺しに来た暗殺者なのだぞ。さすが殿下。こんなか弱い女の子を見捨てようなんて冷血無比にも程があります。なんだ、何か文句でもあるのか。ラハールさん、もしペンダントを見つけてくれたらお礼にいいものを差し上げましょう。いいものだと。そんなもの欲しければお前からぶんどるだけのことだ。こんな私に暴力を振るうのですか。うるさい。俺様は悪魔なんだぞ。相手が誰だろうが関係ない。くたばりかけの病人だろうが、赤穴に片足突っ込んだジジイだろうがな。わかりました。ではあなたはもう二度とそれを手に入れることはできないでしょう。
ういう意味だ。答えろ。それで俺様を挑発しているつもりか。よかろう、暇つぶしに付き合って。ラハールさん。良いか、先に言っておくが、お前なんかのためじゃないからな。それとペンダントを見つけたら必ずそのいいものとやらをいただくからな。ありがとう、ラハールさん。あ、悪魔にありがとうなんて言うな。天使のくせに。俺様は己の欲望を満たすために俺様の意志でやるんだ。ちゃんとメモして覚えとけ。はい、というわけでどうもねるです。あっつー、なにここ。私パス、帰る。待て、こいつを見ろ。羽ですか。あ、ちょっと見せてください。その羽はどうかしたの。これは天使の羽です。お前のものではないのだな。大きさ、霊力ともに私のものとは違います。これはもっと上級天使様の。やはりな、道理で嫌な匂いがすると思った。でも私が魔界へ来たのは大天使様の密命を受けてのこと。他の天使様が魔界へ来ているとは思えないのですが。ねえねえ、そいつがフランちゃんの邪魔をするためにペンダントを盗んだんじゃない？うん。お前のように頭がお花畑のやつに敵がいるとは驚きだな。そんなはずありません。天使様が私のペンダントを盗むなんて。だがお前のペンダントのことは天使しか知らぬことではないのか。それはまあよい。俺様はペンダントを探すだけだ。天界のいざこざなど知ったことではない。はい、というわけでマップ攻略経験値100、これはいいね。100ってことを、どうすっかな。倒しきれないか。いいところ入った。ただ倒しきれないか。回復に戻ります。
するでも決めてんじゃないの。本当ですよ。おかげですごく楽になったんですから。じゃあどのプリンいいか教えてよ。みんな一緒に見えますね。でも本当なんですよ。はいはい、大方熱で幻覚でも見たんでしょ。さあ、このステージは特にジオパネルも何もなく敵がいっぱいいるっていう感じか。そしたらまあ頑張って倒していきますかね。手間ずつは引っ込まないんだよ。タフだね。ジャックナイフ痛いんだよ。何気に攻撃痛い。おい、今後の参考のために聞くのだが、大天使とはどのようなやつだ。今後の参考？いつか戦うことになるかもしれんからな。ペンダントを探してやってるんだから、それぐらいの情報をよこしても罰は当たらない。そうですね、それぐらいならオッケーですよね。オッケーじゃねえだろ。なくて、そいつの弱点を。クロンちゃんはその大天使様を尊敬してるんだ。え、もちろんです。エトナさんは尊敬する人います？私は死んじゃった魔王様だな。なんだと？では、俺様のことは尊敬してないのか？はい。まあ一応は。くそ、待って、家来だ。もうよい、くだらん話は終わりだ。早くペンダントを探し出すぞ。なんだこの敵強化付き。
やりづらいね。壊せないだと？そりゃ参ったな。倒していくしかないか。これしんどい。敵の攻撃が痛いもん。どうしようかな。こっちに動かしてこないか。フロンのやつね、今頃は虫の息であろう。くだらぬ野心を持たなければ長生きできたものを愚かなやつね。しかしこれで我が計画を邪魔する者はいなくなったというわけだ。なんだ、ペンダントから光が。
うわあ、熱い、熱すぎる。こんなもの、もう用なしだ。捨ててしまえ。見て。あたたたたたたた。この中坊さん。誰ですか、こんなものを投げたのは。危ないじゃありませんか。おや、綺麗なペンダントですね。おお、これはラッキーです。きっと日頃から良い子にしている私に神様がプレゼントしてくれたのでしょう。ああ、ありがとう神様。アホか、神に感謝する悪魔がどこにいる。この私をアホ呼ばわりする無礼者はどこの誰ですか。俺様だ。おお、今日はなんと幸運な日でしょう。我がライバルと再び相まみえることができるとは。おい待て、いつから俺様とお前はライバルになったんだ。あ、中ボスじゃん。中ボスのくせにまだ生きてたんだ。どう勝手に殺すもんじゃありません。それに私の名前はビューティー男爵。これは華麗なマドモアゼル、このペンダントがどうかしましたか。お願いです、返してください。中ボスさん、それは私のものなのです。くそ、だから私の名はビューティー男爵。それがないと困るんです。お願いします。いくら華麗なマドモアゼルの頼みでも、それは無理な相談ですね。このペンダントは私が拾ったものですから、これは私のものなのです。うわぁ、殿下と同じぐらい自分勝手な理屈をこねるやつがいる。うるさい、あんなやつと一緒にするな。いけません。そのペンダントは横島な心を持つ者に罰を与えるのです。早く離さないと天罰が。あれ、どうしたのか。あいつに天罰が下る予定ではなかったのか。ええ、そのはずなんですが、おかしいですね。故障かな。はっ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 は。残念でしたね。心清らかなる私に天罰など下るはずがないのですよ。この美しき心こそ我が名の由来。その名もビューティードワンシャク。黙れ、お前の名など中ボスで十分だと言ったはずだ。そんな口を叩けるのも今のうちです。私をただの中ボスと侮っていると後悔することになりますよ。あ、今中ボスって認めた。シャーラップ、二度と私を中ボスなどと呼べぬよう、コテンパンにして差し上げましょう。あなたたちに敗れて屈辱を糧に肉体を極限まで鍛え上げ編み出したるこの必殺技、そう、おくらいなさい小僧。まあ中ボスなんだけど強いんだよね、割と。でも魔物扱いなんだ、ビューティー派。てかステータス高えな中ボス。
攻撃、一撃重たいね。プリニーは、これのプリニーは回復も早く。多分シモンジスラッシュだけだと倒せないと思う。やっぱりね。ビューティー男爵降りてきた。全然狙ってこないね。さあ、今日のところは可憐なマドモアゼルに免じてあなたたちに花を持たせてあげましょう。しかしこれだけは言っておきます。私の名はビューティーダンジャク。情けない顔をするな。ふん、これで良いのであろう。ラハールさん、早く受け取れ。手が焼けるように熱いのだ。は、はい。こうして天罰が下ったということは、俺様の心は横島らしいな。安心したぞ。どうして？何がだ？どうしてそこまでしてペンダントを？決まっておるではないか。え？お前から礼をいただくためだ。な、何がおかしい？ありがとう、ラハールさん。バカ者！ありがとうはやめろと言っただろう。寒気がするではないか。それより早くよこせ。
古いやつだな。わからんのか。でだれ、とっととお前が言ってたいいものとやらをよこせ。ああ、そのことですか。それならもう差し上げましたよ。なんだと。ほら、胸に手を当ててみてください。感じるでしょ、あなたの心の中にある温かい気持ちを。ラハールさんは危険を冒してこのペンダントを見つけてくれました。あなたは自分のことを悪く言うけど、あなたの心にはちゃんと優しさがあるのです。その優しさに気づくためのきっかけを作ること、それが私からのお礼です。バカかお前は。よくそんな恥ずかしいセリフが言えるな。優しさは愛です。ラハールさんが愛に目覚める日も近いですね。天使のくせに悪魔を騙すなんてとんでもないやつだ。覚えてろよ。殿下を騙すなんてなかなか大したもんね。そうですか。やけに嬉しそうじゃん。ええ、だってラハールさんにも愛があるって分かったんですもの。ラハールさんに愛があるなら他の悪魔の皆さんにも愛があるってことでしょ。だとしたら私たち天界の住人とも仲良くなれるかもしれないじゃないですか。こんなに嬉しいことはありませんよ。なんて都合のいい解釈。あんた本当に愛マニアだね。でもそんなに都合よく考えてると後で裏切られるかもよ。悪魔なんて平気で後ろから親の首絞めるような連中ばっかだからね。エトナさんもそんなことするんですか。そう、どうかな。ま、今にわかるわよ。おのれ、フロメ、しぶとく生き残りよったか。あやつめ、私が思っておったより強敵なのやもしれぬ。うまく悪魔どもを手なずけ己の戦力にしようと企んでおるようだ。ここは一旦天界に戻り新たな策を講ずるべきか。悪の強いやつね。しかし最後に勝つのはこのブルカノだということを忘れるな。よいな、たとえしばらく出番がなかったとしても決して忘れるでないぞ。忘れるね。約束だからな。魔界野球リーグ万年最下位の弱小チーム、ブラックピーチズ。開幕戦の相手は昨年のリーグ覇者、ダークドリアンズ。すごいネーミングですね。ダークドリアンズナインのラフプレイの前に次々と戦意を失っていくブラックピーチズの選手たち。ラフプレイはいけませんよ。そこに現れた謎のピンチヒッター、エトナ。ブラックピーチズに真の魔界リーガー魂を呼び覚ますため、エトナのバットが、そして熱き魂が炎とか。火遊びは感心しませんね。次回、ベースボール美少女戦士エトナ第5話、奇跡の逆転満塁ハットトリック。明日に向かってキックオフ。え、野球じゃないんですか。